ブラッド・デイビスは、アメリカ合衆国、ミズーリー州セント・チャールズ出身の元プロサッカー選手。元、サッカーアメリカ合衆国代表。現役時代のポジションは FW。セント・ルイス大学1年時には、全米年間最優秀フレッシュマンに選ばれた。2002年の MLS スーパードラフトで、1巡目に、レトロスターズに指名された。デビューシーズンは24試合4ゴールの好成績を、 おさめ、年間最優秀ルーキーに選ばれた。翌年、スーパードラフトで、ダラスバーンが指名した、マイク・マギーとのトレードで、ダラスに移籍。2005年のスーパードラフトで、リチャード・マルルニー・アルトゥーロ・アルバレス・金銭のトレードで、サンノゼ・アースクエイクスに移籍。2006年、ヒューストン・ダイナモーに移籍。2011年シーズンはアシストを量産し、イースタイ・カンファレンス優勝に貢献。 年間 MVP の最終選考に残った。2016年、スポルティングカンザスシティに移籍。シーズン終了後、現役引退を表明。2017年2月、1日限定で、ヒューストンダイナモで現役復帰した。2001年、アルゼンチンで開催された、フィファワールドユース選手権に参加した。2005年7月7日、2005コンカカーフ、ゴールドカップのキューバ戦で、 フル代表デビュー。大会を通じて4アシストを記録し、PK 戦までもつれた決勝のパナマ戦では PK を成功させ、チームの優勝に貢献した。2014FIFA ワールドカップにも参加した。ありがとうございます。